PR 隊ハッピー福島隊によるパフォーマンスをこれよりお届けいたします。ハッピー福島隊の皆さん、どうぞよろしくお願いします。パフォーマンスを通して福島県の魅力である花、食、温泉、酒、歴史、自然といった6つの魅力を全国全世界に発信している観光 PR 隊でございます。さあ、ということで本日はそのハッピー福島隊の中から3名でしましたので、はい、1人ずつね自己紹介させていただきましょう。でまずは私、福島県の美味しい食の魅力をお届けしております、メンと申します。私、福島の温泉の魅力をお伝えしております、みゆと申します。福島を彩るお花を紹介しています、はなです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでゼロカーボンフェスティバル2022大倉、皆様楽しんでますでしょうか。出ますか。朝からたくさんの方で賑わっておりましたけれども、まだまだ最後まで楽しんでいきたいですね。そうですね。会場ではこのゼロカーボンシティ大熊の素晴らしい取り組みなどがブースで紹介されておりますけれども、何
何か気になるところありました？はい、私はですね、ちょっと出光さんのブースというですね、ソルガムという植物がありまして、よく大熊町さんで育てられているエネルギー資源となる作物が実際に展示されているんですね。でパネルでもいろいろとご紹介されているんですけれども、その作物からこう燃料を作って、こうペレットとして、これからエネルギー源にもなる、まあ、その燃料になりますし、その実から粉を作って、なんとお菓子も作れちゃうということで、私たちクッキー試食させていただいたんですけれども、いやすごい美味しかったですよね。美味しかった。いやそれで、それからなんとグルテンフリーということで、小麦粉がアレルギーの方も食べられる植物が今大熊町で作られているということで、これからどんどんその植物が増えてエネルギー源になればいいなと思いました。はい、すごい高い植物ね。すごい、ここから見えてよ ね、 見えますね。あ、見えますね。すごいよ。ありがとうございます。僕もね、ちょっと体験させていただいたんですけれども、あの自転車こいでね、発展するやつ、風船膨らましたんですけどもね、もうね、割れるんじゃないかと思ってハラハラしながらこいでたんですけど、でも全然、もうガンガンこいでいただいてもね、なんかこう自家発電これでやるって、なかなか珍しくて、なかなかできないといけないなと思うので、まあ、ちょっと寒いですしね、ちょっと一足かくかぐらいの気持ちでちょっとやってみるのもいいかもしれないですよね。いい運動になりましたね。そう思い出の風船ですね、もうそれが。そう、まあ、他にもたくさんさ、いろんなブースが出ているんですけれども、はい、大熊といったらさ、ネクサスファームさんの大熊ベリーですよ。ねえ、そうですよね。今回もね、あのブース出展されてるんですけれども、いちごだったりね、あの加工品もいろいろと出ておりました、ね、すっごい、もう本当シンボルマークといってもね、過言ではないですよね、大熊のいちごは。なので皆様にもね、ぜひ味わっていただきたいなと思います。あのね、ジャムが僕好きで、はい、前も買って食べたんですけれども、そう、あとね、このすぐちょっと降りたところに、あの大熊跡っていうお店、あるんですけれども、そこのコンビニでパン売ってるんですよ。あの熊の形した可愛いパンなんですけど、それもね、焼いたらね、バターのいい香りするのよね。で、それにさ、ジャム塗って食べたらめちゃめちゃ美味しかったんで、皆さんもね、ぜひお時間ありましたら大熊跡さん、他にもね、飲食できるスペースだったりだとか、雑貨屋さんとかね、いろいろ入ってるので、お時間あったらね、見ていただければなと思いますね。まあ、そんなその大熊跡がある大熊町交流ゾーンでは、ホット大熊という温浴施設もあるんですよね。もう今こう、今すぐにでも入りたい入りたいな。ホット大熊という温浴施設がありまして、まあ、そこで泊まることもできますし、日帰り入浴もできます。なんと月の中で何日間か変わり風呂といって、菊の香りだったり、生姜の香りだったり、ヒノキの香りなど、いろんなあの変わったお風呂を楽しめるので、こちらもぜひ行くたびに楽しんでいただければなと思います。はい、またあの同じくこの施設のリンクル大熊さんの方ですとかではですね、夜になるとイルミネーションも楽しめるということなので、この冬の光景の光の花が彩る光景っていうのもまた素敵ですから、いいですね。こちら夕方4時半から点灯されるということなので、ぜひ皆様本日も見てから帰っていただければと思います。はい、本当に大熊町の素晴らしいものたくさんございますので、ぜひそういった部分でも福島大熊の魅力見て、食べて、体感して楽しんでいってください。はい、ということで、続いての曲、私たちの、こちらのステージの時間最後の曲となります、はい、コランシャ福島という曲で、この曲は皆さんで一緒に簡単な振り付けもあるので踊れる曲となっております。ぜひ私たちの真似をして一緒に体を動かしましょう。温めたいね。やってみましょうね。それでは参ります。コランショ福島スタート。コランショとはご存知の方も多いことも多いかと思います。来てくださいという意味、こういう振り付けもございますので、一緒に踊りましょう。福島にコランショ、おいでを4回入れます。福島にコラ、おいでよ。
ありがとうございました。とっても